い、皆さんこんばんは、スルメです。今回もですね、スマホアプリゲームのロングボーイやっていきたいと思います。前回の続きのステージ6から低すぎた飛び箱ということでまあジャンプってあるので一旦普通に飛んでもらおうと思います。まあでも低すぎるんだよねきっとね。あらー、ちょっと壁にぶっ刺さってんじゃん。大丈夫？そんなも勢いありすぎてそんななっちゃった。まあこんな感じのね、ゆる脱出ゲームになっております。はい、まあそこにねありました、なんか知らないけどシュートされてましたねなんでこんなとこにあるのかわかんないけど、まあ、これが足りないってことですよねきっとね。だともう一箇所ねありましたね、ここね誰が置いたのこんなところに。はい、でこれで高くなるのでいけるんじゃないでしょうか。頑張れ、いいんじゃない。え、ダメ？え、まだダメ？しかもまたぶっ刺さっちゃうの？マジで？まだどっかにあるんだね。まあ、まずここの2つをね回収して、ここだ、やった、あったもう一箇所、ここだ。あれ違うか。お、ロングボーイのためにこれでオッケーでしょ。ちょっとむしろ高すぎないかな、やばい、ちょっとこれむしろ高すぎて飛べないとか大丈夫、いける、お、すごい、さすがすごい、ジャンプ台もなかったのにやばいわ、これはすごすぎる。なんだ、30段だって、超人ですね、すごい。はい、ステージ7、12頭身モデル4。え、いいじゃん12頭身ってめちゃめちゃスタイルいいね。え、でも全然良くない？このまま書いてもらえばいいと思うんですけど。え、待って、めっちゃうまいけど、めっちゃうまいけど下半身しか書いてない。え、大きすぎてってこと？見切れちゃうんだ。見上げればいい話じゃない、なんかカメラとかじゃないんだからさ。お、やった、これに座ってもらえばいいんか。あれ、座らん、なぜ。お、なにこれ読む、あ、読んでるめちゃめちゃ読んでる、なんか恋の方程式とか書いてあったけどおじいちゃんなんちゅう本みたいなって感じだけど、待って、めっちゃうまいめちゃめちゃうまい、才能すごいなこの女の子も。ステージ8、ぴったりを求めて。はい、あ、お洋服屋さんですね。まあ、とりあえずこのメンズっぽいやつを見ればいいんじゃない。あ、店員さんがね用意してくれるんですね、よかった。え、待って、ちっちゃいよ、絶対ちっちゃいよ。わ、でも試着室も入りきれてないよ、でかすぎて不安しかないんだけど、大丈夫か、大丈夫か止めて父さん、お母さんも学校行く前に止めてよ、こんなのかわいそうだよ誰か止めてあげてよ、パツパツのレベルじゃない。なんかどっかにあるはず。お、これもやばそうだな、これもちょっとやばそうだけど大丈夫かな。あ、なんかサイズは合ってそうですねサイズは合ってそうだから大丈夫かな、これ怖いなやばいやばいやつ来たやばいやつ来た、なんか顔もなんかそれっぽくしてない、ノリノリじゃんどっかにあんのかな、ボーイの方に渡すとか、そういうわけでもないもんね。大丈夫かな、大丈夫かな大丈夫かな、女の子っぽいやつ持ってるけど大丈夫かな。ああ、見てられない見てられないわごめんごめん、私が悪かった。お、あ、タグを発見これだ、これ 10XL サイズだって、でかくてわけわからんけどまあでもこれを店員さんに見せればいいんだ、よかったよかった、これでお願いします。
あるかな、こんなでかいやつ。 あるんだねあるんだ、種類が豊富。まあ相変わらず試着室はねサイズ合ってないんですけどしょうがないですねこれは大丈夫じゃない、さすがに。おー、いいね、ロングボーイの L が書いてあってすごい素敵だと思いますすごい、ちゃんとあるんだね、 10XL サイズなんて。特注、いや在庫あったぞ在庫あったぞ、すごいな、守備範囲広いな。ステージ9、高いところは任せて2を2回目ですね。あ、許せん、こんなくだらないいたずらをするやつははい、まあこれでしょ、これ。懐かしいな、この黒板消し綺麗にするやつ一応両方綺麗にしておきましょう。はい、もう来ていいよはい、綺麗にしてあげてください。よかったよかったいいですね、青春だね。ステージ10、傘忘れの下校。あらま、ちっちゃいんでしょどうせ。あ、ちっちゃいんでしょどうせどうせちっちゃいんだろうな、ロングボーイにはな。なんだなんだ、あら、あカエル苦手ですか。そっか、まあびっくりするよね、いきなりカエル来たらね。緑の悪魔、え、そこまで言わなくてもよくないとりあえず一旦渡すか。あー、ですよねですよね、ちっちゃいよね。そんな濡れるそんな濡れる、濡れネズミひど。どうしたらいいんだろう、カエルをどかすか。おおお、これは何なんだ、これ何なんだろう、これ。あ、え、嘘でしょ生えてきたんだけど、なんかこれ、これでいいのこれでいいの、嘘でしょ、なんか強度弱くて水バシャーってきそうだけどいいんかこれで。里芋の葉っぱらしいよ、知らんがな知らんわ。ステージ11、お母さんはどこ。え、お母さん来るの、お母さん登場。あ、授業参観だ、なるほど、お母さんいないのかな。えこれお母さんですかあ、お母さん迷ってんのか、わかんないんだ場所が。じゃあこのチラシをあげればいいんですね、お母さんにね。え、ここにいるんじゃない、どけ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 。あスカートだ、また下なんだ、ここめちゃめちゃでかいな、お母さんロングボーイの日じゃないぐらい大きいですね。あ、いたー待って、お母さんかわいい、めちゃめちゃ困ってらっしゃるお母さん超大きい、ざわつかない学校大丈夫。ちょっとこれを見せてあげましょう、このチラシを。はい、あら、違った、違うやつだった。あら、え、どうしよう。あ、刺された。あ、答えられたみたいだけど、あ、お母さん見てなかったから。あー、なるほどね、え、多分なんか私が間違えました、多分ダミーのチラシだったのか。いや、でも確かにあったかもしれない、これだよね、これ。これどうしたらいいの。あ、5の2だ、ロングボーイ5年生か。あ、5年2組だ、5年2組、なるほどね。あ、これで OK だわ、はい、これでちゃんといけるはず。あ、よかったこれお母さん立ち膝で見てんのかな、足大変そうですね、ちょっとよかった、いやー、すごい、やっぱ遺伝なんですね、やっぱお母さん背高いんだねかわいい。ステージ12、移動教室にご注意。はい、え、あ、そういうことえ、なんかいきなりミニゲームっぽくなった、なんか今までの脱出ゲームみたいな感じと違ってなんかミニゲームっぽくなりましたねあ、やばい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 、待って、下から攻めてくるのはロングボーイ関係なくないやばい、メガネメガネ、え、待って、どうしよう、え、ちょっと待って、拾える、あ、拾えた、あ、よかったあ、よかった、メガネ割ったら大変でしたね。てかこのさ、男の子もめちゃめちゃ
運動神経いいですね。だって普通にロングボーイと目線合わせながらさ、障害物乗り越えてたからね。凄まじいですね、このアディダスもどきくんはね。ただものじゃない。ステージ13、かくれんぼも一苦労。確かに大きいからね。隠れられるとこあるかな。鬼の方がいいんじゃない。ここ入る。あ、でも細いから入るかも。あ、入りそうじゃない。やばい、抜けなくなっちゃった。痛そう、音が痛そう。どうしたらいいのこれ。救急車呼べばいいの。誰呼べば助けてくれるのこれ。緊急脱出サービス呼ぶしかないわ。いけるかな、いけるかな。あ、無理かだよね、無理だよね。もう隠れれるとこないでしょ。あ、女の子隠れてたの。あ、なるほど、かがんだから。これどうすんの。え、いや無理無理、隠れられないよそれ。無理無理、バレるバレるバレる。え、何、え、空気読んでくれたってこと。まあちょっと隠れられてるかは別として、まあいい雰囲気ではありましたもんね。空気読みの達人。ステージ14、スイカ割りの達人。あ、いいね、達人ばっかりですね。達人が揃ってますね。あ、いいじゃん、うまいよ。怖い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 、待って待って、怖い怖い。地球終わった。え、地球終わったんだけど、怖いんだけど。え、ロングボーイ、何、地球滅亡させる力持ってんの。やばい、政府は彼を放っておいてはいけないよ。どうすんのこれ。何、アメリカンドッグ食べたいの。え、あ、あ、100円落ちてた。はい、え、でもアメリカンドッグ食べたからって何よ。そういうこと。これならじゃん。なんじゃそりゃ。あ、みんなで美味しくスイカ食べて。怖いよ、なんかなんか怖いんだけど。はい、ということでですね、今回はスマホアプリゲームのロングボーイをやったんですけれども、もうめちゃめちゃ面白かったんですけど、なんかもう後半はちょっと恐怖を感じてしまいましたね。はい、ということでこんな感じでゆるっと楽しくゲーム実況しております。この動画が少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価、コメントなどね、いただけるととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、ツイッターもやってるのでぜひフォローしていただけたらすごく嬉しいです。はい、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。